ノルン語は、スコットランドの北に位置するオークニー諸島、セトランド諸島、ケースネスでかつて話されていたインドヨーロッパ、五族ゲルマン語派きたゲルマン語群西スカンジナビア諸語に属する言語である。あとに、これらの地域の言語は、スコットランド帝置語諸島部方言に置き換わる。15世紀諸島のスコットランドの言語分布図。大々が、ノルン語、黄色が英語、または、 スコットランド定地語、青が、スコットランドゲール語オークニー諸島、セトランド諸島は、ピクト人によりブリソンション語が用いられていた地域であり、その後ゲール人の影響下にあり、コアイルランド語も存在した。しかし、コノルド語を話すバイキングのノース人が8世紀から9世紀にかけて侵略し、875年に、ノルウェー王国に並行され、用いられる言語は、コニシノルド語となり、 これが、ノルン語となる。しかし、1468年に、これらの地域が、スコットランドの貴族に貸し出されて、スコットランド王国の領土となり、ノルン語の地位は低下していき、ついに18世紀にはほとんど用いられなくなり、遅くとも19世紀頃には、消滅を迎えることとなった。そして、スコットランド定地後諸島部方言が、用いられていることとなる。ノルン語は、 他の北ゲルマン語群の言語と非常に類似している。二つの数や三つの性、四つの角が存在する。現在、過去における動詞の活用が存在していて、他の北ゲルマン語群の言語と同様である。また、現代のスカンディナビアの言語のように、明確性を表すときには、前に置く漢詞の代わりに設備字を用いる。例えば、万や万年といった具合である。 ノルン語の文法の多くの層を確かにするのは難しいが他の西スカンジナビア諸語と共通している。ヤクプヤコブセンはフェロー諸島の言語学者でノルン語の研究者主のイノリーカは1890年代ヤクプヤコブセンがセトランド諸島局北の島ウンスト島で聞いたセトランド諸島のノルン語の謎々ガディックである。同様の謎々は フェロー諸島やアイスランドにもあり、イングランドにも派生している。その個体は牛。四つの乳頭、四足歩行、二本の角と耳は空に向かって立っていて、二つの耳は野原への道に見せて、それから一本の尻尾は後ろで揺れながらやってくる。ありがとうございます。